現在活動休止中の人気アイドルグループ嵐のメンバー二宮和也さん。アイドル活動のみならず役者としても高い評価を得ています。また頭の回転の速さと人懐っこいキャラクターでバラエティ番組でも大活躍。現在表舞台で輝きを放つ二宮さんですが、学生時代やデビューまではどのような日々を送っていたのでしょうか。そこで今回は二宮和也さんの経歴を紹介します。二宮さんは1983年6月17日生まれ、東京都葛飾区出身、血液型は A 型。1996年に13歳でジャニーズ事務所へ入所。3年後の1999年秋、嵐として CD デビューを果たしています。デビューまでの間には、1998年放送、天城越え、1999年放送、危ない放課後などと、すでにテレビドラマ出演を経験していました。2003年、青の炎で映画初単独主演、さらには同年に、スタンドアップで連続ドラマ初単独主演を務めました。なんと、2006年には映画、硫黄島からの手紙で、ジャニーズ初、ハリウッド進出の快挙を成し遂げました。その後も、流星の絆フリーター、家を買う、プラチナデータなど、数々のドラマ映画に出演。さらに、現在も絶賛放送中の冠バラエティ番組、ニノさんが、2013年にスタートしています。役者活動が続く中、2015年に公開した映画、母と暮らせばで、第39回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。より一層、二宮さんの演技力に注目が集まりました。プライベートでは、2019年に結婚、2021年には第一子の女児が誕生しています。2021年4月25日には、公式 YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルを開設。このチャンネルの登録者が日本最速で200万人を突破して話題となりました。そんな輝かしい経歴を持つ二宮さんですが、学生生活にはあまり良い思い出がないようです。そもそも住んでいる地域が同じというだけで、男女の数を合わせて一つの部屋に集めてこれから頑張っていきましょうっていうのがちょっと苦手で、あまり学校が好きな子ではなかったですねと話しています。さらに2006年12月放送のニュース番組ニュースゼロでは、学生時代にいじめを受けていたことを告白しています。僕もいじめられてた人だから、いじめられる子の気持ちはわかる。何やっても俺のせいになっちゃってね。物がなくなっても、何か俺のせいになるし。と、当時を振り返りました。いじめに対して二宮さんが取ったのが、何もリアクションをしないことでした。そうすると、面白くなくなったのか、二宮さんに対するいじめはなくなったと言います。ただ、ターゲットが別の子に移っただけで、その後もいじめ自体は行われていたようです。これについては、いじめは俺の中で終わっていない。解決していないと、今でも苦い思いを抱えているようです。そんなこともあってか、小学校の頃なんか、友達もあまりいなくていいと思ってて。今思えば、いるに越したことなかったですよ、きっと。生活しながら、人間関係を構築していく作業を学ぶ場だとは思うので。僕はそういうことに積極的じゃなかったし、どんなことでも自分が話題の中心になるのは嫌だったと話していることからも、やはり二宮さんは学校があまり好きではなかったことがわかりますね。中学生でジャニーズに入った頃も、みんなでレッスンしたり、ツアーに行ったり、なかなか忙しい生活していたけど仲間意識みたいなものもあったし、楽しかったと、同じジャニーズジュニアの仲間と過ごした日々の方が、二宮さんにとっては青春だったのだそうです。二宮さんがジャニーズ事務所に入ったきっかけは、いとこが履歴書を送ったこと。もともとオーディション参加に乗り気ではなかった二宮さんですが、両親がお小遣いをくれるということで、しぶしぶ参加することに決めたようです。もし嵐になっていなければ、祖父の工場を継いでいた可能性もあったそうです。このように、学校よりも、ジャニーズや芸能活動に力を入れていた二宮さんですが、母校、新小岩中学校の創立30周年記念式典で、卒業生として二宮さんからの祝電が披露され、会場が一瞬にしてざわついたそうです。大人になってから、学校生活の重要さを感じたのかもしれませんね。そんな二宮さんの最終学歴は高卒。1999年10月に立志社高等学校に入学し、2002年9月に同校を卒業しています。立志社高校は私立の共学校で、全日制だけでなく通信制も併設。他校からの転入、編入生や、
芸能活動をしている人も積極的に受け入れていることでも有名な学校です。二宮さんは通信制を選択し、週1回土曜日のみ通学していました。学生時代は勉強が苦手だったと話していますが、10月入学で同学年と卒業時期が遅れても高校までは卒業しておきたかったようです。対して同い年のメンバー松本潤さんは堀越高校の芸能コース出身ということで、二宮さんは高校時代を謳歌していた松本さんを少し羨ましく思う気持ちがあるようです。潤くんみたいに同級生の話とかしたかったな笑い。当時僕も潤くんと同じ学校に行くという選択肢はありましたけど、最低限高校だけは卒業しておこうって気持ちだったから、みんなから半年遅れても卒業できる学校にしたの。それもあってか、学校に思い出とか青春とか愛だの恋だのまで見ていなかったんだよね。やはり高卒資格を得ることだけが目的だったようですね。冴えない高校時代を送っていた二宮さんですが、高校入学と同じようなタイミングで嵐としてメジャーデビューを果たしました。ところが意外にもデビューする直前にジャニーズを辞めようと思っていたことが2020年9月放送の時をかけるで判明。退所の旨をジャニー喜多川氏に直接伝えたところ、最後にハワイに行こうと返され、旅行のつもりで行ったのが嵐のデビュー会見だったという驚きのエピソードを披露。当時ワールドカップバレーのためにグループが結成されたこともあってか、その年の12月に行われるワールドカップが終わればグループも解散すると思っていたらしいのですが、辞めるタイミングを逃し今に至るというわけです。波乱万丈の人生を送ってきた二宮和也さん。嵐の活動休止後も自身の公式 YouTube チャンネルを開設したり、主演映画タングタングが2022年に公開を予定されていることが発表されたりと、勢いは止まりません。二宮さんのますますのご活躍を期待しています。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。